まあ、快感ですよね。はい。まあ、軽さと、フィット感が僕はすごく重視してますね。履き心地はすごく前からすごくいい感触だなと、自分の足に合ってると思いますし、履いた感じもすごく軽いので、すごく助かります。芝を噛んでくれるというか、すごく自分のプレースタイル的にも細かいステップっていうのがすごい大事なんですけど、スパイクのおかげでよりスムーズにいけてると感じます。僕の中でボールタッチっていうものをすごく意識しているので、そのボールタッチが自分の思った通りにできれば抜けると感じますね。あとは自分のタイミングですよね。やっぱり自分のタイミングでいければ抜ける確率もすごい高くなると思いますし、自分の感覚とか間合いっていうものを意識しています。本当に自分にスピードがなかったらスカー選手になれてなかったかもしれないですし、慣れたとしても普通の選手で終わってしまったと思うので、本当に自分にとってなくてはならないんですよね。自分の思った通りに行った時っていうのは本当に逆に心が無というか、感覚がない感じなんですよね。羨ましいですよね。携帯でも見れるって聞きましたし、自分が高校時代の時にそういうものがあれば電車の中でずっと見ていたりとかで、グラウンドに行ったらそれを練習したりとかっていうことを繰り返していたと思います。毎日一人で練習はやったと思います。まずで、自分の性格がすごい負けず嫌いなので、失敗とかしたらなんで失敗したのかって考えて練習に励んだりとか、あとは自分の特徴を生かしたプレーっていうものを練習したりとか、とにかく練習しましたよね。はい、人より。本当リラックスした状態で入りたいですよね。あんまりいろんなことを考えすぎずにやりたいですし、本当に考えすぎたら逆に悪い方向に行くと思うので、いつもと同じような気持ちで挑めるようにしたいです。より自分というものを出して、一回経験したことでどういうものなのかっていうのも分かりましたし、あとは小さい頃から自分はサッカーを楽しむっていう気持ちを忘れないでやっているので、その気持ちをどんな舞台でも持てるように意識して、日本というものを世界に見せつけたいですよね。